ライブの配信の後ですね。スカパラダさん、ありがとう。いいね。としひろさん、ありがとう。みぐま、あんま、はい。寒そうだけど大丈夫。あら、バレた？寒いのバレちった。なんか濡れてる。あ、下履いてるよ。明日さらに寒くなるとか聞いたんですが、やばくないですか？マジ最近 ST のファンになりました。ありがとう恭平さん、ダダダダムドさん、ありがとう。こたつ出さんないかーん。こんばんは。明日絶対出そう。明日の朝配信が終わってからちゃんとずっと起きてこたつを出すのを目標に生きる。写真はね、転送したくないんですよね私。そう、転送したくないの。好きな子がユニゾン好きなので、最近また聞いてる。まあみちも好きな人なんだけどね。好きな子って誰よ。気が合うな。こたつ出したら動けなくなりますよ。結局ね、結局動けないからね、もう、こたつ、こたつに入ったら動けんくなって配信時間が増えるかもしれない。ジャマと寝れば暖かい。あったかい範囲がちっちゃい。デブニアさん、ありがとう。ジューンさん、ありがとう。私強くなったでしょ。総合なんちゃらめちゃ強いですから。でまだ勝てない、ユミリンとかひなちゃんに。デビニアさん、スランプくんさん、MKさん、ありがとう。ヨッシーさん、ありがとう。もう本当に、でもなんかさ、あの新しくね、あのチアレターで交換できるものが増えて、あのバトルサポーター絶対大切じゃん。でもね、体質だからめちゃめちゃ効果ない。実験。なおやさん、ありがとう。実践総合力、そう。それを、なおやさん、ほじさん、ありがとう。それをなんかユミリン総合実践1000億超えたって。うちも超えてるよ。頑張ってます。なんかさ、何ちまちましたコツコツ、なんて言ったらいいんだろう、転生素材とかにその分のポイントを使った方がいいんか、なんかそのチアレ、何その最近増えたのバトルサポーターにドドンとつぎ込んだ方がいいんかよくわからん。さっき稽古終わって開いてみたら増えてたからね。ドルサポーターにそんな一気に強くなる気がいた。うん、なんか違う違う、あのー、
ハルモニアの転生素材にそのチアレターのポイントを使うか、あのドラゴンサポーターのさ、ドラゴンサポーターじゃない、バトルサポーターのサポートキャラクターにさ、いろんなキャラ入れれるじゃないですか。でそのサポーターのキャラに、サポートのところに入れれるキャラを直接交換できるようになったの最近。あのお月見タマティーナとか、そのでも高価なんですよ。じゃけんそのハルモニアの転生にポイントを使った方がいいんか、まだ埋まってない枠のあのバトルサポーターの方を入れた方がいいんかみたいな。使っていいね。チュレットありがとう。キサイサートさん、デブニアさん、ありがとう。サポートキャラクターギルドさん、バトルサポータードラゴライズサポートキャラクター1はタマティーナがいる。サポートキャラクター2、サポートキャラクター3もおらん。ギルドサポーター2がおらん。1にはフントバイタルみたいなやつがおるけど、全然レベルアップしてないわ。ここはもうちょっとしたらいいのね。でカムラ入れとるけんさ、カムラをさバトルサポーターにできんかった。 STU の1期生です。ハルモニアはでもね、その転生の実が1個150ポイントとかでもらえるのよ。でもタマティーナとかは5万なの。でもその転生に1つで1レベル転生できるんじゃなくて、最近はもう20個とか使わんといけんけん、じゃけん今ハルモニアのその転生をしようとしたら、あの 20×150 だからって感じなのよ。難しいよね。どっちを取れば、 Which is which です。Which is which、 どっちを取るか選べない、順番をつけたくないの。ハルモニアかわいい、めっちゃ好き。90までいってあげたほうがいい。私も91ですよ、転生ハルモニア。そう、昇竜ポイントはね、そうなんよ、昇竜ポイント、モンスター昇竜したい。これさ、他のさ
人たちのさやつをさ取ってでもさカムラの昇竜に回した方がいいのかなと思います。このまんべんなくするんじゃなくてさカムラに回した方がいいのかな。カムラチャーム持ってるならカムラ、カムラチャームってあれ装備しとけばいいの？他なんかカムラに使った方がいいの？カムラチャームのねあり方がわからん。装備しとけばいいのか、ハンターに装備するんだ。そうなのね。パッシブ上げとこ、ありがとう。じゃあ壇上読みます。13シティリバーさん、12オフさん、11モモルンさん、10位ダダダダムドさん、9位エムケンさん、8位ウルフさん、7位月見バーガーさん、6位ブルーさん、5位ユキさん、4位ホジェさん、3位セリアさん、2位坪井ゆうすけさん、そして1位はドゥルルルルルンシャンデブニャンさんでした。ありがとうございます。今日眉毛いい感じじゃない。そして今日のラッキーナンバー22はドゥルルルンシャン大地さん、ありがとう。それでは今日も一日お疲れのでした。ありがとうロバイチラポ、おやすみちゅー、また明日。カムラの昇竜に回した方がいいか教えてください。またね。